30年かけて、考えた新しい方法ってなって、でそれを教えますので、それを使えばあのエスキモが作るようなイグルとちょっと違うんですけど、早くできます。で早くできればテントの代わりに山に使えるんで、テント僕は持ってってないです。もう30年冬山でテント使ってません。捨てるつもりで掘りごたつみたいに、よいしょ、穴を掘ります。でね、側面入れた、で下を入れます。で下をちゃんとこの全部の切れ目が角でピシッと合ってるかどうか、これ結構大事です。合ってないとこうやってスコップ入れてもね、ほら動かないでしょ、動かないでしょ。でこうやって溝ができてきたでしょ、こうやってね溝を切っていくとブロックがきれいに取れるようになるんです。でこの溝のことを英語でトレンチって言うんで、トレンチ切り出し法なんて言ってますよ。よいしょ、あ、動いた、よいしょよいしょよいしょ。真ん中だけど垂直じゃなくてちょっとどっちかに傾けて、でこっちに傾けたってことはこのブロックを取りたいんで、今度はこっちはハの字にこういうふうに、こういうふうに切れるやつ、わかるかな。そうするとよし、こっち側に出すのにこう開いてでしょ、これ大事なんですよ。よし、うん、よいしょ。それで結構大事なのがこの厚み、この厚みが大事です。これよりね、こんな大きいの取れなくて、最初しょぼいのが取れちゃったとしても、上の面は広い方を使ってください。要するにこれ半分だったとしたら結構立てたくなっちゃうじゃないですか、高さは稼ぎたくて。だけど立てるのはいいから、この幅をキープして、なんでかっていうとね、この後こうやって内側にずらしていくんですけど、水平にこの幅がないとね、ずらしが効かないんですよ。狭いブロックベルの上になんか安定しないものを乗せて不安定でしょ。だけどこの厚みがあるとこうやってずらしていく。だから1段目はそんなに高くなくてもいいです。ああ、ここ折れちゃったね。こういうの、向こうの切り方がちょっと甘かった。でもこういう、長細いの、こういうのをたくさん作ると、イグルーがすぐできます。なんでかっていうと、こうやっておくと、ほら、屋根、ちょっとできます。これを繰り返しなんです。こうやって、内側へ内側へ持って、込んで。うん、覗き込んでね。こうやって、長いのが貴重なんで、半分に縦に割るよ。そうすると2回使えてラッキー。ほら、よし、ちょうどいい重さになりました。大きく切れちゃった。こうやって、でこうやってどんどん、なんかここ空いてるけど気にしない。あとですね、こういう壁際はね、手が当たるからこういう風に入れにくいんで、結構引っかかりやすいんで、壁際はちょっともったいないけど、こうやってやるしかないですね。でも今動いたんで一応切れてるのかな、切れてるけど出てこない。よいしょ、こうやって倒すと出ます。よいしょ、ここら辺も、
脇からね、また横長のブロックを取ります。で、やっぱりさっきと一緒で、裏側のノコは入らないから、こっち側だけから切る。さっきは最初、掘りごたつ掘ったけど、ここ、今回はね、掘りごたつじゃなくて、三角柱で、切ります。ちょっと見ててね。上からちょっと離した。このぐらいの高さかな。ここで、斜め下向けて、ノコギリをこう入れますよ。よいしょ。で、今度は斜め上。こうやって、三角柱、作ります。よいしょ。そうすると、長さは十分で、ほら、こういうの取れるよ。これ。よいしょ。で、別に三角柱でも構わないんで、長さがあれば、どこかな。こうしようか。ここちょっととんがっちゃって、あれですけど。最初は三角柱。で、こうやると、あとこの下、折れるようになりますよ。こう、奥に手が入るんで、なるべくこう、垂直に、ノコギリを落として、なるべく垂直にノコギリを落とさないと、こういうノコと、こういうノコで、向こう側で出会わなくなっちゃうから、なるべく、縦は垂直にしたい。だから、こうやって、入れて、こう、こんな感じ。こんな感じで切ってます。はい。で、よいしょ。で、ここがやっぱり、こうなると出てこないんで。ちょっとこう、外開きの切れ目。これで出るかな。よいしょ。ああ、折れました。切れ目がいまいちなのにスコップをいじったのと、あと、ちょっと割れ目が入ってたのもありますね。残念。従来のイグルと違うのが、目がね、上の面が真上を向いてて、こう傾いてない。傾いたので僕最初言ってたけど、どんどん起こして難しいんで、平らな上で横ずらし、水平横ずらし式、工法、が一つ。もう一個は、長細い、ブロックで、いげた、要するに、こうやって、多角形の角をこうやって埋めていく方法。このいげた式の、長いブロックのいげた式工法。この二つ。三つ目が、この、側壁から取り出す三角柱取り出し工法。この三つが、イグルスキーの特徴です。はい、もうこんな感じでいいと思います。それで、穴だらけなんで、この後ちょっと塞ぎますけど、ここまでちょっと時間かかっちゃった。どんくらいだっけ？あ、1時間かかりましたね。すいません。今日の雪だとちょっと時間、重くて硬いんで。で、穴だらけなんだけど、そういうのは、後から塞ぐ方が早いです。よいしょ。こういう固まった雪をね、置くだけ。間に詰め込んでトントンしたりすると、結構微妙なバランスのところが崩れたりする。置くだけにして。作りやすい雪と作りにくい雪があるんですけど、まあ とにかくやってみるのがいいんじゃないかな。近くの雪でね、ノコギリが雪にぐさっと刺さればブロックは切れますから。で、雪の厚みがあれば下の方ほどいい雪取れるんですけど、なかったら周りからブロックを集めてきてやればいいんで、やってみるのが一番楽しいと思います。冬山なんで寒いことは寒いですけど、テントに比べればすごく暖かい。テントだったらもうやめたくなるような天気でも、イグルーだったら粘れる。そのぐらい違いますね、冬山では。
寒くてもマイナス5度くらい、普通だったら0度前後ですね。火焚いたりしたら、なんかプラスになっちゃうぐらいで、